それでは今日の授業を始めます。今日の情報システム論は、データベースの基礎ということで話をしていきます。で、この情報システム論では、情報に対して、いろんなソースを行うということを、題材として、これまでいろんな話題を提供してきたわけですけども、今日はその中で情報を蓄積し検索するということで、データベースの基本的な概念についてお話ししたいと思います。でなお、そのデータベースに関しては、そのデータベース演習という授業科目、これは選択科目ですけども、あり、そこでそのデータベースの詳細やデータベースに対する具体的な問い合わせ言語と、それに関する演習は合っていると思いますので、ここではその一般的な概念だけお話ししたいと思います。でもしかするとそのデータベース演習を受講している人は、その話が重複するかもしれませんけども、その情報システム論の中でのデータベースの話をしていきたいと思います。でこれまでその情報とデータということに関して1回目の授業で皆さんに考えてもらいましたけども、まずその情報といったときには、何かこう私たちがその生活あるいはそのその社会活動をしていく上でその有用役に立つものという定義と、データはそれを具体的に表す単なるその値であるという話をしていたかと思います。では今日お話しするデータベースということで、そのデータとデータベース、あるいはそのデータベース管理システムというのがどう違うかというのを簡単に見ていきたいと思います。で先ほど言いましたように、そのデータというのはそのいろんなその値、例えばその気温であったり、あるいは皆さんのその住所であったり、その皆さんの成績、あるいはその皆さんがどういう授業を履修しているかといった、そのいろんなその値の集まりを、値をデータと言っていたわけです。じゃあそのデータベースといった時にはどういうものをその言うかといいますと、そのここではその関連するデータを集めて管理したものをデータベースというふうに言います。つまり単にそのデータを集めただけではそのデータベースと言わないということに注意しておいてください。つまりその単にデータを集めたというときには、その皆さん、その皆さんの氏名やその学生番号、あるいはその住所、電話番号というのがあると思いますけども、そういうのはそれぞれの皆さんのその個人情報、データになるわけですけども、それを単に集めただけではそのデータベースと言わないということです。でもちろんその皆さんのその氏名、学生番号、住所、電話番号というふうに、となると、それぞれその住所とか電話番号という観点でそのデータを集めて、でそれを何らかの形でその利用できるように管理するとそのデータベースというふうになるということです。では次のデータベース管理システムというのは何かというと、今言ったそのデータベースをですね、構築する、あるいはその運用する、あるいはその管理するためのシステムをデータベース管理システムと言います。ではそのデータベースの具体的な話に行く前に、そのデータベースの概念自体はもう数十年前にできてるんですけども、じゃあデータベースがという考え方が始まる前に、そのコンピューターシステムの中でデータをどのように扱っていたかということを次に簡単に紹介したいと思います。そのデータベースという概念が起きる前から、そのコンピューターにいろんなデータを保存するということが行われていました。そこではどういうことを行っていたかというと、ファイルシステムを直接操作するということが行われていました。でファイルというのは、いろんなそのデータの、その順番にその格納して、でそれをそのコンピューターからアクセスできるようにしたものですけども、そのコンピューターにしろ、そのファイルにしろ、いろんなそのデータはそのビット列で表現されているわけです。でビット列で表すのはちょっと大変なので、ここでは1文字単位バイトという単位で考えていきたいと思います。でファイルっていうのはそのファイルの先頭、その1バイト目、2バイト目、3バイト目というふうに順番に何らかの値をその格納することができるんですけども、そのデータベースという考え方が生まれる前には、その
ファイルの先頭から順番に何かその値を書くということが行われていました。でここでは 2FS13001A の後に 09012345678 というのが黄色い枠で囲んだ中に書いてますけども、これは簡単に想像できるようにその統合診療域学府のその学生番号とあとその携帯電話の電話番号の形式になっています。でその学生番号にしろ電話番号にしろそれぞれ架空のものですけども、こういうふうに書いています。で学生番号はその九州大学の場合9桁になっていますので9桁を取っていて、で携帯電話の番号は通常11桁ですので11桁を取っています。で同じようにじゃあ、学生番号9文字とその11文字ですから全部でその20文字を取れば、まあ、その学生番号とその電話番号は格納できるわけです。じゃあその1番目の学生番号1番の人のそのデータはそのように書けたので、じゃあ2番目の人のデータはどのように格納するかというと21バイト目からその40バイト目、ここではそのピンク色のところに書いてますけども同じように書くことができます。で3番目の人はその次の41バイト目から60バイト目となって、4人目はその水色の部分の61バイト目から80バイト目までなるわけです。でただその最後の人その4番の学生はここでは0925555555、ちょっとこれ実在する電話番号かもしれませんけども、その携帯電話でない番号で福岡市の番号なので10桁になっているので最後が空欄になっていることに注意します。しかしながらここではその20バイトを確保しているといった状態になっています。じゃあこのようなそのファイルに直接値を書き込む場合に、じゃあ1番目の人のそのデータを読みたい、2番目の人のデータを読みたいっていうときにはどういうことをやるかというと、まあ、ファイルにアクセスする方法というのはいろいろあるんですけども、その1文字ずつ順番に読み出すという方法もあれば、その何バイトかをまとめて読み出すという方法もあります。で、ここではその1人の、その学生番号と電話番号が合わせて20バイトですから、20バイトずつ区切って読み出せば、その、ある1人の、そのデータを、その、獲得することができるというのが分かります。ですから例えば1番目の人は1バイト目から20バイト目で、3番目の人は41バイト目からその60バイト目っていうふうに、N 番目っていったときには N-1×20+1番目、 20×N-1+1 から番目ということになりますね。 N が1の時には N が1だから 20×0+1 で1番目から20番目になりますし、 N が2の時には2から1引いて1ですから21番目から40で、3番目は3から1引いて2だから40+1ですから41からで3なので60というふうに、先頭からその N 番目の人の読むときにはそのファイルを、その、何バイト目からこの 20N バイト目まで読み出せば、その人の、データが読み出せるということになります。で、昔はですねこういうふうにそのじゃあ、何番目かということでその1番目2番目3番目っていうふうに順番にその読み出すということをやっていました。で、こういった時の問題点というのはそのいくつかあるんですけども、一つはですね、例えば今その学生番号と、携帯電話の番号しか入れてませんけども、まあ、その携帯電話の番号というのは11桁ですけども、将来その電話番号がその数が足りなくなって15桁になるかもしれません。090-000とかですね、まあ、もしかすると今までの電話番号の拡張というのはありましたので、例えばその、福岡市は市内局番というのは092だと、例えば九州大学の642とかいうように3桁ですけど、東京は4桁なんですね。大阪も確か4桁だったね。で昔は3桁だったのが4桁に増えました。そのように電話番号自体が、長くなる可能性もあります。あるいは
今はその学生番号と電話番号しか、その管理してないんですけども、ここで生年月日とか住所まで管理したいとします。そうするとじゃあここでその電話番号以外にその住所とか、その生年月日を入れようと思うと、今20バイトだったのを例えば100バイトとか256バイトとかもっと増やす必要があります。で、増やすとするとどうなるかというと、ここの間全部データをこうずらしていく必要があります。そのようにその簡単にそのデータの、その項目を増やすことができないといった問題が一つあります。あと次の問題はその項目を増やすことができないんですけども、先ほど1番目のレコード2番目のレコード、まあ、レコードというのはある一人に対するまとまった量をレコードというふうに言いますけども、あるレコードを検索するのにその先ほど 20N-1 プラス1から 20N バイト目までをそのファイルから取ってくると N 番目の人のそのデータを取り出すことができると言ったんですけども、それが例えばじゃあデータが100バイト、一つのデータが100バイトになったら、これまでそのこのこういう計算式で読み出していたのがどうなるかというと、ここが20ではなくてここが100に変わります。で、まあ100に変わるだけだから、まあ別に100に変えるだから簡単と思うかもしれませんけども、そのファイルからデータを読み出すっていう処理はコンピューターのプログラムで処理することになると思いますけども、データの構造が変わるとプログラム自体も変えないといけないといった問題が出てきます。今までその20で計算していたところを100にするとかいうふうに書き換える必要があります。このようにそのファイルシステムを直接操作するっていう方法は、そのデータの構造の変化があったりするとそのデータそのものを大きく変更する必要もありますし、それを操作するプログラムも修正する必要があるといった問題が出てきます。そこでそのデータベースという考え方が出てきたときに、そのデータベースの特徴というのはどういうものかというと、今言ったような問題がですね、ないということがそのデータベースの特徴であります。それは今言ったそのことはそのデータの独立、そのプログラムと分離するっていうのはそのデータの独立になるんですけども、データの独立とデータの共有、あとそのデータの一元管理っていうのがそのデータベースの特徴と言われます。ではそのまずデータの独立性ってことに関して少しお話していきたいと思います。でデータの独立性といったときには、これも大きく2つあります。一つは物理的データの独立性ということと、あと論理的データの独立性というのがあります。で物理的データの独立性というのは、そのデータがどこに保存されていようとそのアクセス方法が同じというふうになります。で、先ほどそのデータベース以前という話をしたときに、データを先頭から順番に読んでいくという話をしました。でデータを順番に読んでいくという話をしたんですけども、例えばその、それが例えばそのテープ、今そのテープ磁気テープというのは使わないかもしれませんけども、磁気テープから読み出そうとすると、磁気テープというのはその、まあ皆さんの一番身近なところでは、まあ最近もあまり使わないけどビデオテープとかですね、は、のこうテープをどんどんこう先頭から巻いていって読み出すというようになります。で、で普通は先頭からしかデータを読み出せないわけですね。でもしその先の方を読もうとすると早送りということもありますけども、早送りするとどこまでデータを進めたかというのは普通分からないですね。ビデオテープというのはちゃんとこう早送りしながら実は再生ヘッドというのが読んでいるので、どこまで読んだかというのは分かるんですけども、基本的に先頭から順番に見ていくしかないというふうになります。でそういった装置とその磁気ディスクのようにその自由にアクセスできるというのとは、では少しそのプログラムの処理っていうのが違ってくるわけです。つまりそのランダムアクセス、その磁気ディスクのようにどこでもアクセスできる場合には、この何番目という概念、もしかしたらこういう何番目っていうふうに順番に読まなくてもディスクのある場所を読み出すということもできるわけなんですけども、そのどこに保存しているかによってそのデータのアクセス方法というのが昔は違っていました。これがそのデータベースではその、まあ、物理データどこにデータが保存されていようとそのアクセス方法が同じというのがその物理的データの独立性になります。
次の論理的データの独立性っていうのは何かというと、プログラムとデータの独立っていうことで、先ほどそのデータの構造が変わると、その1レコードが20レコードから20バイトから100バイトに増えると、プログラム自身を書き換えないといけないっていう話をしました。で、つまりそのある意味そのデータとプログラムっていうのが一体化していたわけですけども、そのデータベースといったときには、そのプログラムとデータが独立しているべきだという考え方になります。それに近いものとしてビューというのがあります。ビューに関しては、これも後ほど説明しますけども、そのデータベースの構造を変化しても、利用者からは同じように見えるようなその形式を、まあ、ビュー、あるいはそのデータベースの構造を見せないようにして、その必要なものだけ見せるものをビューというんですけども、まあ、そういったものをですね、がそのデータベースでは可能になります。といった、こういったそのデータの独立性という話が一つと、次のそのデータの共有というのは何かというと、まあ、これはそのデータベース以前の場合でも、そのファイルにアクセスすれば、その複数の人でそのデータを共有するということができたんですけども、データベースの特徴としては、その誰か一人、どれか一つのシステムがそのデータにアクセスするのではなくて、複数の人あるいは複数のシステムがそのデータにアクセスするといった特徴があります。で、つまりその通常のデータベースというのは、誰か一人がその更新したりその閲覧するのではなくて、多くの人が同時にそのデータベースにアクセスすることもあれば、そのデータベースの内容を更新するということが出てきます。で、もちろんその複数の人が同時にデータベースを更新する場合には、そのためのいろんなその処理、配達処理とか、まあ、いろんなことが必要になるんですけども、そういったことがデータベースの特徴になります。また、例えばその九州大学の中で皆さんの学生の情報、その学生番号とかいった情報っていうのは、その学務情報システムで成績管理、あるいはその授業の履修登録システムの中でも使われていますけども、それ以外にも皆さんが図書館を利用するために、その図書館でもその学生の情報というのは使われています。つまり一つのデータをいろんなところで使うといったことがあります。では、そういったそのデータをその複数の箇所で使うときに、例えば皆さんの学生番号が変わるということは、転学部転学しない限りないんですけども、名前が変わるということも、まあ、ありえないことはないんですけども、時々ありますけど、あと、じゃあ例えばその皆さんの住所が変わったとします。で、皆さんの住所、まあ、引っ越して住所が変わったといったときに、その、学生係に届けていたその住所というのが、その他のところで利用するために、もしその複製して他のところにでも利用されていたとすると、あるデータの修正というのが、その全てをその修正する必要が出てきます。つまり、そのデータを同じデータをその複製してしまって使うと、そのどこか一箇所その修正が必要なとき、あるいは削除が必要なときに、全てその分散されているデータをその管理する必要があります。それに対して、そのデータベースでは、あるデータは一箇所で管理しておけば、そこだけの修正で済むわけです。で、まあ、現実問題として、そのデータの一元管理というのはなかなか難しくて、やはりその学内でも同じデータを複製して利用するということが行われているんですけども、まあ、データベースの特徴としては、そのデータを一元管理できるといったことがあります。このようなデータベースのこのような特徴があるわけですけども、じゃあですね、データベースのモデルとしてどのようなものがあるかということを次にお話したいと思います。データベースのモデルというのは何かというと、先ほどそのデータベース以前では、ファイルにそのそれぞれのデータ、その個人個人のそのデータレコードをその順番に格納すると言ったんですけども、そうするとその物理的なその記憶の形式とそのデータの構造というのがあまりにもその密接に関連していると、その考えにくいところがありますので、ここではそのデータベースのモデルということで、実際にそのデータがどのように格納されているかというのとは別に、データを扱うためにどのように考えた方がその都合がいいかという観点からその話になります。それをデータベースのモデル
と言います。で、まあ、ここではそのデータベースのモデル自体は他の観点からもあるんですけども、ここではそのデータを整理、格納する形式で、その人間が扱いやすいものとしてのモデルを考えます。で、ここでは全部で6つのモデルを考えています。まず、カード型データモデル。で、2番目に関係データモデル、リレーショナルデータモデル。3番目に階層型データモデル。4番目にネットワーク型データモデル。5番目に構造型データモデル。そして最後にフラットテキストデータモデル。この6つを考えていきたいと思います。で、まず最初のカード型データモデルですけども、カード型データモデルというのは、多分一番考えやすいモデルだと思います。で、先ほど言ったその個人の その学生番号や氏名、住所、電話番号、所属などを考えるとき、あるいはその図書館の図書目録、まあ、最近ではその紙の目録っていうのはないんですけども、その図書館では昔そのカード型の目録っていうのが使われてました。あるいはその皆さんがその友人などの個人のその住所録などを管理するとき、つまり一人のデータ、あるいはその書籍の一つのデータなどを一つのカードにその記入する形式のものになります。ですからこういった感じでそのカードがたくさんあるといったモデルが、まあ、そのデータベースとしてはそのかなり一般的なモデルになります。では、その次の関係データモデル、リレーショナルデータモデルっていうのはどういったものかというと、このように表にした形式になります。で、ここではですね、学生番号、氏名、所属、授業、教室という縦方向に項目があります。これを列あるいはその項目と言います。で、その下に A の001、A の001、A の002というふうに書いて、あと氏名いろいろ書いてますけども、これをですね、まあ、行と言いますけども、その一つのそのデータのまとまりということで、まあ、レコードというふうに言います。で、まあ、その行と列という言い方もすれば、レコードとそれぞれの項目フィールドという言い方もします。で、この関係リレーショナルデータモデルでは、そのどういうふうな定義がされているかというと、一つのレコードすべてに学生番号、氏名、所属、授業、教室というデータが入っているといったもので、これがそのこの A001 という人に関するデータというふうになっているわけです。で、ここでちょっと注意しないといけないのは、例えばその学生番号 A001 という学生番号を持つ人、あるいはこの名前を持つ人っていうのは一人しかいないんですけども、このデータはどういうデータかというと、どういう授業を実習しているかといったデータです。で、皆さんはその授業を一人で複数科目履修していますので、住所録であれば氏名とかは一つしかないわけですね。先ほどのカードタイプで一つしかないはずなのに、この学生番号 A001 の人のカードは一つしかないはずです。これが2つあるということはないわけですね。で、それが例えばこの授業を履修しているという観点からいくと、同じこの A001 の人は2つ、まあ、実際はもっとありますけど、たくさんあります。で、異なっているのはこの授業科目と教室というところが違うというふうになります。で、あと、まあ、通常関係リレーショナルデータモデルでは全てのこの項目が埋まっているといった状態になります。で、つまり例えばこの A001 の人が工学部の所属で授業情報システム論を履修しているけど、ここがないということはないわけですね。ここがなかったら、ここがないようなデータというのは、もともとこれはその履修状況を示すデータなので、授業がないというデータは意味がないわけです。ですから、この授業というのが抜けているということはないわけです。で、所属というのも、ある学生はこの伊藤美咲さんというのはその工学部に所属しているから、どこの学部にも所属していないということはありえないわけです。で、当然授業というのもどこかの教室で開講されるわけですから、まだその教室が未定とかそういうことあるかもしれませんけども、教室は決まっているはずです。ですから、基本的には全てのデータ埋まっています。で、もちろんカード型のデータベースの場合には、その電話を持たないとかそういったことあるかもしれませんから、電話番号がないというのもあるかもしれないけども、それはその電話番号というフィールドがないというよりも、電話を所持しないというデータが入っているというふうに考えるわけです。で、こういったその表形式のそのモデルをその関係データモデル、あるいはリレーショナルデータモデルと言います。では、その次は階層型データモデルって話をしますけども、階層型データモデル
の例としてはいろんな組織構造などが、その一般的です。でここでは、九州大学というのがあって、その中にいろんな大学院学部があります。理学部、統合診療疫学部、人文学部、工学部とかあります。で統合診療疫学部の中にはオートモーティブサイエンス専攻、ライブラリサイエンス専攻、ユーザー管制学専攻というのがあります。で、これはその上から 1,2,3 というのはその九州大学という構造から学部や学府があって専攻があるといった、その階層構造なんですよね。階層構造というのはある組織の中にいくつかの組織があるということで、その、これを上に上位にある方を親、あるいはその上位の概念、あるいは上位の組織と考えて、下に下位の組織があります。で普通はその上位の組織っていうのは一つしかなくて、それに下位の組織がいくつかある。でまたその下位の組織をに着目すると、これを上位の組織としてまた下位の組織があるといったふうに、その上から順番に枝分かれするような感じになるわけです。で最後のこの4番目はですね、ちょっと組織その、とは違いますけども、これはライブラリサイエンス専攻の中で開講されている授業科目というふうに考えます。そうすると、こういうふうな、その階層構造を取ることができるわけです。でこれは会社の場合では、例えばその、何々会社っていうのがあって、いろんな、例えば、営業部、企画部、開発部とかいろいろあって、その中に、開発1課、開発2課とかいうふうにあるのと同じような形になります。こういったその階層構造、これを階層型データモデルと言います。で、でここで例えば情報システム論っていうのがありますけども、今そのライブラリサイエンス専攻の中に情報システム論という授業がありますけども、もしかすると工学部の中でも情報システム論という授業が開講されているかもしれません。ただしその場合には、ここにある情報システム論と工学部の下にある情報システム論というのは同じ名前がついていても別の階層構造の下にあるので別のものというふうになります。で、まあこのように、その、階層構造をなすわけですけれども、じゃあこれにですね、先ほど その、リレーショナル、モデル、データベースモデルで考えた履修状況を考えたと思います。で履修状況を考えると、例えばどういうふうになるかというと、この階層型データモデルでは少し考えにくいわけですね。というのは、例えば、情報システム論を受講しているのここにいる人はみんな受けてますね。だから情報システム論の子どもにここにいる人たちを全員書くということもできるかもしれません。でも情報マネジメント論とか情報サービス論を履修している人もいますよね。となると、ある人が情報システム論の子どもになってたり、情報マネジメントの子どもになっているというのは、となるとちょっとこの階層構造、その枝分かれしていくっていうのとは少し違うわけです。でそこで、そういう場合にはどういうモデルを使うかというと、ネットワーク型データモデルというのを使います。先ほどのずっと似てるんですけども、ちょっと九州大学のところを省略して、統合診療疫学部から書いてますけども、3つ専攻があります。そこに情報システム論、情報サービス論というのがあります。で、学生 A、 この人は情報システム論と情報サービス論を受講しているときには、この学生はこう受講しているというふうになります。でこの学生 B というのも情報システム論と情報サービス論を受講しています。でも学生 C は情報システム論しか受講していませんという形になります。で、統合診療疫学部では、その、他の学部、他の専攻の授業も履修できますから、ある人、学生 D という人は情報システム論を受講しつつ、例えばユーザー管制学専攻の情報価値編集論というのを受講しているかもしれません。でこういった構造というのは、枝分かれしているというところでは、先ほどのネットワーク型データモデルに似ているんですけども、その完全に枝分かれじゃなくて、その同じ人がその2つこう上位の階層を持つといった意味で、これはその階層型モデルじゃなくてネットワーク型データモデルというふうになります。でまた、科学の統合方法論というのはですね、専攻に関係なく開講されている授業ですので、統合診療疫学部の下にあるといった、まあ、こういったものになるわけです。では次の4番目の構造型データモデルって話をしていきますけども、構造型データモデルっていうのは、これはですね、どういうものかっていうと、先ほどのその最初のそのカード型データモデルに似てるんですけども、ここでは学生情報、
ある個人の情報をですね、学生情報というこういうタグで管理します。でこのタグに関してはその HTML の、その構造化文書論の、構造化文書演習を受講している人は分かると思いますけども、まあ、その HTML のページなどは例えばここが、その、タイトルで始まってスラッシュタイトルで終わるとか段落であれば P で始まってスラッシュ P で終わるっていうふうにある概念を、そのどこからその概念が始まってどこで終わるかというふうに、付けたものを、まあ、構造化データというふうに言います。で構造化データっていうのは、まあ、他にもいろいろな考え方がありますけども例えばワープロで文字を編集するときにアンダーラインを引くでアンダーラインが終わるっていうのもここからアンダーラインが始まってここでアンダーラインが終わるっていうので内部ではその構造化データで表現するということができます。でここではある一人の学生情報は学その不等号学生情報というタグで始まってスラッシュ学生情報というタグで終わっているというふうに考えます。でこの学生情報の中にはどういうものがあるかあごめんなさいこの学生情報というのはこれ全員ですねごめんなさい一人じゃなくて全員の学生情報になります。じゃあそれぞれの学生一人一人の学生のデータはどこになるかというとそれは学生というタグで始まってスラッシュ学生というタグで終わっているここが一人分のデータになります。で次の学生というのはまた学生で始まってスラッシュ学生という、タグで終わっているというふうにこの学生情報からスラッシュ学生情報が何人かのその学生のそのデータの集まりになります。でこの学生の情報というところでじゃあ一人の学生の中には氏名があったり所属があったり学生番号があったりするわけですけどもここでは氏名っていうのは、氏名っていうのは、糸美咲でスラッシュ氏名で終わってるからここが氏名で所属は工学部というふうになってるわけです。でただここの学生っていうところですねちょっと違うのは学生っていうところにですね学生の後に学生番号イコール A の001というふうに書かれています。でこれは学生という、そのタグにですね学生番号という属性をつけることができるものです。でここの表記はいろいろあるんですけども学生のタグの中に学生番号という、そのタグをつけるということもできるんですけどもそれとは別に学生というタグに学生番号イコールというタグをつけることができます。でこれはまあ、これを学生番号をキーにして検索するっていったときにこちらの方が検索しやすいので、まあ、こういう表記にしてるんですけどもその、まあ、ここで理解してほしいのは構造型データモデルっていうのはあるデータのまとまりを表すためにそのデータの、 その、開始と終了が あるっていうことですねっていうこととともう一つここでは氏名所属っていうのを書いてますけどもその構造型データモデルでは必ずしもこの所属っていうところこの途中のタグがなくても構いません。当然氏名というのは学生の情報ですから氏名がないということはありえないし所属がないということはありえないわけですね。ですが例えばこの学生番号 A001 の学生がどういう授業を履修しているかっていうのも例えば授業というのを書いて授業の中に、その10個履修している人もいれば例えばもう1個も履修していない人単位取ってしまって取ってない人っていうのもいるかもし人もいるかもしれません。ですから必ずしも全て そのタグが必要だっていうわけではないことになります。でそれがその構造化データベースモデルでリレーショナルデータモデルでも同じように表現することができるんですけども構造型データモデルの特徴は不要なところは書かなくていいってことになるわけですね。先ほどのリレーショナルデータモデルの場合例えばその、まあ後でその書けますけども、表しますけどもその、まあ、授業を履修してない学生っていうのも当然あり得るわけですけどもその授業を履修してない学生というのはここが空欄になるわけですけども空欄になるとそこだけの記憶領域っていうのが必要になるわけですけどもその構造型の場合にはそういった不要なところは書かなくていいといったことになります。では最後のフラットテキストデータモデルに関して説明します。でフラットテキストデータモデルって何かっていうとこれはですね単にそのデータをテキスト文字情報として記述したものそれをそのフラットテキストデータモデルと言います。でここでは学生番号を書いてその電話番号を書いていますけどもまあその順番に見るとちゃんと学生番号があってその電話番号があるっていうのでき
きちんと整形されたように見えるかもしれませんけどもこのデータ自体は単なるそのメモ帳とかテキストエディターで書くっていうことができるわけです。
で、これもその単なるそのメモ書きみたいに見えますけども、その特に構造を書かないそのテキストデータモデルというのがあります。でこれ以外にも例えばそのいろんな文学とかその文章をそのまま書いたもの、それもですねそのテキストデータモデルというふうに考えることができます。で今はもうないんですけども、昔その今の情報基盤研究開発センターのずっと前の前身である大型計算機センターでその公用テキストデータベースというのが公開されていたんですけども、その中でですね例えばそのドイツ文学作品、例えばトーマスマンとかゲーテとかいったものをですね、そのドイツ語 の、 その研究者がその全文入力して、それを例えばどういう単語が使われているかとかいうふうな解析をしていました。その時にはその構造化をしたそのデータではなくて、単なるそのフラットなそのテキストデータであったわけです。では今その6つ の、 そ の、 そのデータモデルをその説明したんですけども、次はそのデータベースの操作に関してお話をしていきたいと思います。でデータベースの操作にはどういったものがあるかっていうと、大きく次の4つがあります。1つはデータの挿入、2番目にデータの検索、3番目にデータの更新、4番目にデータの削除と言われるものです。でデータの挿入っていうものはそのどういったものかといいますと、ちょっと後に説明するところでちょっとこう余分の文がありますけども、ここはちょっと無視しておいてください。で元々のデータベースが、こういったその学生番号と氏名と所属からなる、そのリレーショナル、データモデルだとします。でそこにある人、ここに、その学生番号 A001 の、人を入れようとすると、元のデータベースからある人が増えています。こういうのをそのデータの挿入というふうに言います。でデータの検索っていうのは何かというと、例えばその学生全員を知りたいといったらデータベースの中にある学生全員を取り出すといった操作であったり、あるいはある学生番号を持つ人だけ取り出したいというとき、そういうときにはそのデータの検索選択といいますけども、ある人だけを取り出すといった操作になります。それ以外に例えばデータの削除と言われる場合には、例えばこの最後 A006 の人が例えば卒業したあるいは退学していなくなったから、その学生の、その名簿から削除したいという時にはある人を削除するといった操作が、データの削除になります。でこういったその、データの挿入、検索、更新、ちょっと更新に関しては、説明しませんでしたけども、データの削除といった、操作が、そのデータベースに対する操作になります。でここでですね、そのデータベースの挿入、検索、更新、削除をするときに、そのデータを更新すると不整合が起きるということがあります。でそのデータをその更新するときに起きる更新不整合ということについて次に少しお話をしたいと思います。で更新不整合というのは何かというと、そのデータベースの中のあるデータを修正しようとしたときに修正することによって起きる不整合で、データを挿入することによって起きる不整合、あと削除することによって起きる不整合というのを、話していきたいと思います。でまずですね、先ほどの、その、関係モデルの表を見てください。でこの、データベースが何を表しているかっていうと、なかなか難しいんですけども、学生番号と氏名と所属があるから、学生の一覧、学生のデータベースというのも見ることができます。ただ学生のデータベースとして見ると、同じデータ、同じ学生番号氏名がありますので、ちょっと重複している状態になっています。で、じゃあ授業の一覧リストかというと、授業も、情報システム論、プログラミング、情報システム論とありますけども、同じ授業が出てますから授業の一覧でもないわけですね。でじゃあ教室、開講されている教室のリストかというと、とも言えない。で結局これは学生のリストでもあり、その学生がどの授業を履修しているかというリストになります。でここでですね、修正不整合ということについて話をしていきたいと思います。例えば情報システム論、今ここの大講義室で開講されてますけども、ここでその401番って書いてます。で401号室で開講する予定だったのが、5階に移った、501号室に移ったとします。じゃあ501号室に移ったというときに、この
情報システム論が501号室に移ったというときにはデータをどのように書き換えればいいでしょうか。どうします。401号室から501号室に変わりましたといったときにはどうします。401を501に書き換えればいいですよね。つまり、この401というところを501に書き換えればいいわけです。そうすると情報システムの授業は501号室に変わりました。ところがですね、じゃあ先ほどの例で西洋史学が開かれた教室305号室これが501号室に変わったとします。じゃあ501号室に変わったから305を505に変えようとします。そうするとどういう問題が出てくるかというと、305をすべて501に置き換えようとすると西洋史学以外に国文学というのも501に変わってしまいます。つまり単純に教室が置き換わった、教室が変更になりました、401が501になりました、305が501になりましたといったときには単純に置き換えるんじゃなくて他の項目も気にして変更しないといけないということですね。でそれはそうですね、物理的な教室が1個あってそれがどっかポツンって移動するわけじゃなくて、そこの教室ではどういう授業が開講されているかっていうことがあるので、当然値だけを見ずに他のところを見て置き換えていいものと置き換えてはダメだっていうものがあるわけです。でこういった、そのもの単純に置き換えるっていうことはできない。これを、単純に置き換えた場合に、生じる問題、これを修正不整合というふうに言います。では次の挿入不整合というのは何かというと、ライブラリサイエンス専攻、今、皆さんはライブラリサイエンスできて3期になる、3期生になってますね。でじゃあライブラリサイエンス専攻ができたばかりの時っていうのはどういう状態だったかというと、皆さん、まだ、学生は一人もいない状況でした。学生が一人もいない状況だったんですね。まだ入学してないから。でも大学院としてはもうできてました。じゃあそういう時に例えばこのデータっていうのをどう考えるかですけども、工学部、芸術工学部、総理工、文学部、医学部、文学部っていうのがあって、これが九州大、九州大学にはもっといろんな大学院、学部があるわけですけども、九州大学全部の学部、学府を表しているとすると、ここにライブラリサイエンス専攻というのは専攻なのでちょっと違いますけども、例えばライブラリサイエンス専攻が一つの、学部と考えると、ここにライブラリサイエンス専攻というのが増えたとします。その時に増えたっていうのを追加したいけども、じゃあそれを追加するとどうするかというと、ここにライブラリサイエンス専攻というのが増えました。増えたけどそこにまだ学生は誰もいません。で授業を取っている人もいません。となると学生番号もない、ここ氏名もない、授業科目もない、教室もないっていうので、ここではその所属しかないようなデータしか作ることができません。つまり先ほどのこのリレーショナルモデルで、このリレーショナルモデル、この構造自体が実はおかしいっていうことに皆さん気づくとは思うんですけども、もしこれがその、所属から氏名から全部を網羅するようなデータと考えたときには、ここに単に新しい所属ができたときには不完全な情報になってしまうということで、これも挿入不整合というのが起きてきます。ではですね、次の削除不整合という問題というのは、データを削除することによって起きる不整合というのがあります。でここでですね、学生番号 A006 の六本松太郎さんが、退学していなくなったとします。じゃあ六本松太郎さんがいなくなったので、この人のデータをデータベースから削除するということを考えます。で削除してしまうとどういうことが起きるかというと、六本松太郎さんがいなくなるのは別に卒業したからいなくなってもいいわけですよね。ところがこれで削除してしまうと、ここの文学部というのは消えてしまいます。で文学部ってはなくなりますけど、でもここには文学部って他の人が所属しています。ですから文学部自体がなくなるわけではありません。ところがドイツ語という授業、これにはこの六本松太郎さんしか受けていませんでした。だからこれがなくなってしまうと、この授業科目からドイツ語自体がなくなってしまいます。ですがある人が卒業したからといってドイツ語という授業科目自体がなくなるわけではありませんよね。ですから、ドイツ語はなくなってしまう。でしかも教室も306っていうのがなくなってしまう。教室が消えてしまうわけないわけですね。ですから削除してしまって、データが消えてしまうという問題があります。でこういうのを削除不整合と言います。では、先ほどの挿入不整合、修正不整合、削除不整合という
何かデータを更新したときに起きる不整合というのは何が原因で起きているかというのを考えます。で、先ほど私はこのリレーショナルモデル、これを全部ひとまとめにしているのが問題だというふうに言いました。で、これは結局一覧表としてはものすごく役に立つんですね。学生番号何番の、どういう指名でどこどこ所属の人がどういう授業を受けている、でその授業がどこで開講されているかというのを一覧として見るには適していますけども、これをデータベース、一つのデータベースとして、持つには先ほどのいろんなその更新するときの不整合が起きます。じゃあ更新しても不整合が起きないような関係というのですね、まあ、データベースの正規化というふうに言うんですけども多くなります。そのためにどういうことをやるかというと、これぞれの関係、この A001 と伊藤美咲っていう人、これは切り離せないですね。学生番号と氏名というのは一致してますよね。で、一致してるけども、ここではこの学生番号 A001 のこの、人を見たときには同じデータが2つあります。で、これは無駄ですよね。となるとこことここはひとまとめにしとかないといけないけども、これをひとまとめにすればここは分けられるんじゃない、一つにできるんじゃないかなっていう考え方があるわけです。で、あと工学部っていうのも、工学部というのは部局としては一つなわけですね。だけど、もしかすると、階層といってその、学部の名前が変わることもあるかもしれません。ですから例えば工学部が別の学部になったら全部書き換えないといけないといった問題が起きるんですけども、とか、あとその授業というのも、情報システムを受けている学生というのはここでは3人いますから、この授業名が変わった時にも、とか教室が変わった時にも全部書き換えないといけないといった問題が起きたんですけども、それをできる限り一箇所での変更で済むようにしたい。で、そういうことをきちんとするためには、今このそれぞれのレコードの中にある関係っていうのを分解するっていう操作を行います。で、分解という操作はどういうことになるかというと、まあ、こういったことなんですね。例えば学生は学生番号氏名所属っていうのは、これはもう一人の学生に関して氏名と所属というのは決まるわけですね。ですからこれをひとまとまりにするというわけです。で、あと、どの学生がどの授業を受けているかというのは、これは、学生の所属としては学校のこのそれぞれ1回しか現れていないけども、ある人が、どの授業を受けるかというのは複数の授業を受ける可能性がありますから、学生番号 A001 の学生の人はこの授業コードのものを受けているというふうに、考えるわけです。で、あと授業名と教室がどこかっていうのも、授業コードがあって授業教室が決まっていればこうなるわけですね。ですから例えば先ほど305という教室が変わったんじゃなくて、西洋史学の教室が変わったら西洋史学 L005 という授業コードを持つ教室が305から501に変わったっていうふうにで書き換えるわけですね。で、これも401という教室が、501に変わるんじゃなくて、 L001 っていう授業コードを持つ授業の開講場所が401から501に変わったっていうふうに考えるわけです。そうするとその更新によるその不整合というのも起きないわけです。例えばその削除による不整合というのを言いました。 A006 の六本松太郎さんがその卒業していなくなったら、そのレコードを消してしまったっていう時に、ドイツ語という授業科目も消えてしまいましたけども、例えばこの A06 っていうこの人が消えたとします。この人を削除してもドイツ語っていうのは残っているわけです。ですからその削除の不整合っていうのは起きません。で、その関係データベースモデルっていったときには、先ほどの表形式のものをその関係データベースモデルっていうよりも、実はこの学生番号とか学生番号というもの、これを同じ学生番号というのがありますよね。で、この学生番号と学生番号を紐付けることによって、この A01 の人がどの授業を受けているかっていうのが分かる。で、授業コードが分かる。で、またこの授業コードをもとに具体的な授業名と教室が分かるっていうふうに、それぞれの、そのデータベース、まあ、それぞれの表ですねを結びつける関係があるというので、その関係データベースモデルっていうのを言います。で、実際のその関係データベースでは、このように複雑な、そのいろんな授業コードというのを仲介して一つの表に結びつけることができるんですけども、これを全部一つにまとめようとすると、授業コードというのはその私たちから見ると特に知らなくてもいい話なんですね。で、学生番号というのは当然知ってた方がいいデータかもしれないけども、授業コードというのは特に内部的なものなので知らなくてもいいわけです。で、そういった時にはこの授業コードというのをキーには授業コードをもとに紐付けるけども、それがですね、なくなっても表からはなくなってもいいわけです。
でそういうのをあのデータベースのビューというふうに最初に言ったビューといっていくつか表があるんですけども、それから必要なところだけを持ってくるといったことになります。ではこういったそのデータベース、今その関係データベースモデルなんですけども、その関係データベースモデルのそのデータを、関係データベースに基づいたデータベースというのは今のところ一番多く使われています。でそれはですね、あのデータの、検索とか更新の高速性とかいうこともありますけども、現在はその、市販のデータベースで言えば、オラクルとかですし、あとオープンソースのフリーのものであればその MySQL とか Postgres といったデータベースがありますけども、全てその関係データベースモデルに従っています。それ以外にもその構造型データベースモデル、そのタグを使った表記っていうのもありますけども、あの最近のその XML 文書などではその構造化モデルっていうのが使われていますけども、やはりちょっとその構造化モデルの場合には処理に時間がかかるっていうこともあって、やはりその今一番多く使われているのはその関係データベースモデルになります。ではその関係データベースモデルの中でデータベースを操作するためのその処理方法に関して次に少しお話ししたいと思います。でこの辺のあたりは先ほど言いましたようにそのデータベース演習で出てくる話題ですので、簡単に話をしたいと思います。でここではですね、一般的にその構造化そのデータベースに関しては SQL というそういうその標準的な言語というのが規定されていて、それを使うことが多くなっています。でここではデータの挿入、データの検索、データの更新、データの削除がどのように行われているかということについて簡単に説明していきたいと思います。先ほどお見せした表ですけども、あるデータベースにここでその学生番号 A001、 氏名が伊藤美咲で、所属は工学部という人を挿入、この表に挿入するときにはどうするかというとですね、ここではインサートイントゥ学生で、学生というのはこれ全体ですね、これ全体に学生という名前が付けられているテーブルがあると考えます。でこのテーブルに学生番号と氏名と所属という3つのフィールド項目がありますので、その学生番号と氏名と所属は何ですよというのを指定するために括弧で結びつけます。でその後その値が何かっていうのでバリューズっていうのを使って、あと学生番号と氏名と所属を入れます。でこういった形でそのデータベースに挿入します。で普段皆さんがデータベースを操作するときにはこの命令を直接挿入するということはありません。でこれを、コンピューターのプログラムの中でこういった処理をしているんですけども、例えばここに新規にレコードを入力とかやると、欄が1個こう空いて、そこになんか自分で名前を入れるような感じになります。でそれでじゃあそれで登録とかやると、実際のその、そのコンピュータープログラム、例えばその、サーバーであれ、その通常のパソコンであれ、その後ろで動いているのはこういった命令が動いてデータベースに追加されるということが行われています。ですからそのデータベースを自分で作るっていう、データベースシステムを自分で作ろうっていうときには、こういったその表示の部分も当然作りますけども、こういった命令の部分を作るといった形になります。もちろん最近ではそのデータの挿入とか削除とか簡単なものは Web のインターフェースで今言ったようにここに追加っていうのをやると後ろでやってくれるようなものもありますけども、こういう命令が動いているというふうに考えてください。では次にですね、データの検索、データベースの中からデータの一覧を見るためにはどうするかっていうと、例えばその SQL 文で学生というこのテーブルですね、このテーブルの中からデータを見るためにはセレクト、アスタリスク、アスタリスクっていうのは全ての項目を表示しなさいっていう意味で、で from 学生とかやるとこういった表が取り出せます。じゃあこの中で例えばある特定の学生番号の人だけのデータを取り出したいときにはどうするかっていうとですね、セレクトアスタリスクフロム学生でフェアっていうので、フェアというのはこういう条件の下でっていうことを表すんですけども、そこで学生番号イコール A001 とすると、学生番号が A001 に一致した人だけのデータがこの青色の部分だけが、その表示されるといったことがあります。これ以外に今その学生番号、氏名、所属、3つのフィールドがあると言いましたけども、名前だけを取り出したいという時にはどうするかというと、例えば先ほどセレクトアスタリスクと書いてたんですけども、アスタリスクというのは全ての項目を表示するといったところを、これを氏名と書くと氏名だけの項目を取り出すことができます。
そうやって学生というテーブルから氏名を取り出しますよというと、ここだけが表示されるということになります。でそういうのを社営と言います。社営というのは何かというと、社営プロジェクションというのはですね、これ全部で3つあるわけですね。3つあります。3つあるところの一部分だけを抜き出す。そういうのを社営と言います。で、社営ってなんかこう、影で写すっていうような感じになってますけども、どういうことかというと、例えば、こういう図形を見ます。これちょっと立方体に見えますよね。だけど、こうやって見るけど、ここだけで見ると、こう長方形に見えますよね。で、3次元だけども、立方体だけども、こうやって見ると、平面、長方形になりますよね。となると、3つあったところが2つだけになりました。だからそうすると、3つあったところの2つだけを見せる。そういうのを社営ってですね、こう影に落とすと。だから、社営という言葉はそういうところから来てます。だから、まあ、その複数の項目があったときに部分的に見せるっていうのが社営というふうになります。まあ、このような、そのデータの検索っていうのがあります。まあ、あとデリートとかアップデートとかもあるんですけども、ここでは省略いたします。では次にですね、あのデータを、その検索するっていうことを考えたと思います。先ほどですね、その最初の履修データを、その分割するっていうことをやりました。で、3つのテーブルを作りました。学生番号、氏名、所属からなる学生という、そのテーブルと、学生番号とどういう授業を受けているかっていう、これは履修というテーブルと思ってください。とあと、授業に関する、情報、授業コードと授業と教室が書いてある、授業というテーブルがあったとします。この中から、氏名と授業だけを表示されています。例えば、この、人がどういう授業を取っているか、どういう授業を取っているかという授業と、氏名と授業のリスト、学生番号はいらないし、教室名もいらないというのを取りたいと思います。そういう時にどうするかというと、先ほどの例だとセレクト文で、セレクトで必要なところだけを表示すればよかったわけですね。あのデータの検索、社営という方でセレクト氏名とかやると氏名だけを表示することができました。で、これは学生というテーブル、学生というテーブルから氏名だけを表示するっていうふうになったんですけども、じゃあこの中で別のテーブル、複数あるテーブルの中から氏名と授業を取りたいというときはどうするかっていうと、単純に氏名だけを取り出すとここだけ氏名全部だし、この順番で1個ずつしか取れません。で、セレクト授業とやるとここしか表示されません。でも欲しいのは氏名と授業の次です。で、ここではその結合という方法を使ってデータを取り出します。で、欲しいのは氏名と授業ですから、セレクト氏名授業とします。で、ここでですね、で、その中で何から持ってくるかというと、学生というテーブル、ちょっとテーブル名変えてませんけども、学生というテーブル、これが履修というテーブル、授業というテーブルから持ってきます。で、持ってくるんですけども、それだと全部出てしまうんですね。で、そこで何をやるかというと、この中でこの人が、の学生番号、何を受講しているかというのは学生番号をキーにして取る必要があります。そこでこの学生というテーブルの学生番号と履修というテーブルの学生番号が一致したものですね。一致して、しかも、こちらの授業コードとこの授業コードが一致したものを持ってきなさい。となるとこの、一番最初の人は学生番号が A001 ですから、 A001 に一致する授業コードは L001 と L002 です。で、この中でこれに一致するものの名前を持ってきなさいということになります。つまりこうやってこの、別のテーブルをですね、組み合わせて必要な情報を取る操作、これを結合というふうに言います。こうやって、そのテーブルが複数に分かれていても、そのデータを取り出すということができます。で、実際これを実行するとどういうふうになるかというとですね、まあ、想像するようにこの氏名と授業というのが一覧で出てきます。まあ、こういった検索結果になります。では次にですね、そのデータの削除に関して説明したいと思います。で、データを削除するときにはどうするかというと、まあ、削除するからデリートっていうので、どこから削除するかっていうので、学生からというテーブルから削除します。
でそこで、その削除する条件として学生番号が006の人を削除しますよって、この人を削除したいときにはこういうふうな書き方をします。そうすると こちらのテーブルに、なります。で、ちょっとデータベースの操作に関してはちょっとこの授業自体がデータベース演習あるいはそのデータベース論の授業じゃないので、これくらいにしておきますけども、まあ、こういった操作がそのデータベースシステムの中で行われているということが、今日の話題でした。では最後にですね、そのデータベースの処理に関して先ほど言ったその最初のデータの共有化っていうところで複数の人が一つのデータベースを操作するときの話をですね、その時に問題になることを説明したいと思います。でデータベースの処理を行うときには排他処理っていうのが必要になります。排他処理っていうのは排他っていうのは他を排除するということですから、自分が何かしようとしたときに他の人には操作させないといったものを排他処理というふうに言います。排他処理をすることによってその自分がそのデータをその更新しているときに他の人が書き換えないようにするということがあります。あとトランザクション処理っていうのは何かっていうとですね、トランザクションっていうのは何かこう手続き処理ですね。で例えば皆さんがお金を下ろすという操作を考えてみてください。キャッシュカードあるいはその通帳で ATM あるいはそのキャッシュディスペンサーでお金を下ろすということを考えてください。お金を下ろすときって皆さんどうやってます？まずカードを入れますよね。カード入れます。暗証番号を入れます。暗証番号入れます。その後下ろす金額を入れます。1万円の1万円と入力しますよね。1万円下ろすと押しました。そのときにもともと10万円あった人は1万円下ろしたらいくらになります？9万円ですよね。で9万円になるときに通帳からに9万円残高が9万円になって1万円出てきますよね。ですよね。でも皆さんキャッシュカードと通帳を持ってますよね。で皆さんがキャッシュカードで1万円下ろそうとしました。で下ろそうとした瞬間に別の人が通帳で1万円下ろそうとしました。そうするとどうなると？1万円下ろしてただ1万ずつ下ろしたら1万ずつ下ろすから8万円になりますよね。だけどこのトランザクション処理っていうのがしっかりされてないと実は、9万円になるっていうことが起きるんですね。あとはですね、飛行機とかの列車の予約をしようと、飛行機予約しようと、空席がありました。で、空席がありました。で、座席、私は、10の A というシートを選ぼうとしました。空いてますと言ってチェックしました。で、そこで、その座席を取ると確定しようとしました。で、他の人も私が確定するまでは10の A という座席が空いてるわけですよね。でその10の A 座席が空いてるけども他の人も取ろうとしました。となると先ほど私が空いてたのにその座席を取ろうとするといつの間にか取られてるということもあるかもしれないわけですね。でそういった、何かデータを削除するとか、そういう処理であれば1回の手続きで済むんですけどもお金を下ろすという操作は1万円人に渡すという操作と実際に残高から1万円減らすというのは同時にはできないですね。つまり機械の流れとしてまず暗証番号を入力する、1万円残高確認して1万円あるというのを確認して下ろそうとします。で次に1万円下ろしました。で1万円下ろしたときにその時に初めて1万円を渡すというのと1万円が銀行のデータから減らすというか同時に行われないといけないですね。でそういったものを、複数の処理がひとまとまりになっています。でそれが途中で他の処理が入り込むとデータの一貫性が取れないということがあります。でそこの子ですね、もう少し詳しく話をすると例えばですね、さっきの話、私はキャッシュカードを払おうとしてます。で別の人が、払おうとしてます。で10万円ありました。普通だと10万円なのでここで1万円を出せますよね。でここは、残高を9万円にしますよね。9万円にするのは10万円マイナス円になりますね。実は10万円あって1万円引き落としたら残り9万円になります。でこれが正しい処理ですね。じゃあ私がですね、別の人がこれはその
キャッシュディスペンサーではもう 0. 何秒のうちに処理が行われます。ところが私がまず私のキャッシュカードを持った人が10万円あるというふうに残高確認しますよね。10万あります。でこれから1万円引き出しますということをやりました。で私も同じようなことをやります。別のところで10万円やります。でここでですね、引き出します。でもしこちらの処理がものすごく早くて、ここが行われる前に1万円引き出したら、ここで10万円引きから引いて9万円になります。だから残高が9万円になっています。ですよね。でこっちの処理で1万円引き出しました。でもこの処理がものすごく遅かったします。で1万円引き出したから、さっき10万円あったから10万から1万円引いて9万円になりましたよっていう処理を行ってします。でこれはもう10万円っていうのは最初に10万円あったから10万円あると思ってるわけですね。で1万円引いて9万円とします。となるとこちらでは9万円のところで、先に1万円下ろしているのに、でこちらでも下ろしているのに9万円しか残ってない。でこういったことが起きる。で座席の話も同じようなことが起きるわけですね。でこれはここまでのこの処理っていうのがひとまとまりなんですね。でこの処理をしている間はこの口座に関しては他の処理というのはしたらいけないわけですね。 どちらかだからそういうのをその、トランザクションするといいます。その時にはその配達制御というのを行って、配達処理というのを行って他の処理が入らないようにしないといけません。で、今だとそんなの当たり前じゃないかなって皆さん思うかもしれませんけども、初期のデータベースシステムではこういった問題が起きて不正が起きるということがありました。で、そういった処理が、そのデータベースの中ではその、必要になってきます。あとですね、じゃあ、これ1万円引き出すっていう操作をしてします。他にですね、次リカバリー処理ですけども、1万円引き出そうとしました。引き出そうとしたけども中で紙幣が詰まってお金が出ませんでした。だけど機械としてはもう1万円引き出したということなので、銀行の残高がですね1万円引き出しましたよと言って減らしたとします。そうするとお金は出てこないのにお金がなくなってしまうということもあるわけですよね。そうすると最後お金が出てこなかったから、これはもうやめない、取り消さないといけないですね。だけどお金は出てこなかった、自動販売機でも商品は出てこなかったけどもう処理が終わってしまったとかなって出てこなかったら困るんですね。その時には最後までうまくいかなかったら全部こう戻してやる必要があるわけですよね。だから1万円引き出すという操作と、ここに1万円が出るという1万円が出てくるという操作があったら、もしここ1万円が出てこなかったらこの処理自体をやめないといけないとなるのと、最初にここに戻るという操作が必要になります。そういった処理を、だからデータベースを更新しようとしたときに、いくつかのデータを更新しようとして、失敗したら全部元に戻るっていう操作が必要なんです。そういうのをリカバリー処理というふうに言います。ですから先ほどの例でもデータを削除するって言った時に、これはもうまとめてこれ全部削除しますけども、もし1個ずつ削除しようとして途中にエラーになったら問題が起きますよね。ですから、複数の処理で何か、ひとまとめの場合には、トランザクション処理といって、それが行われている間は配達処理を行わないといけないし、処理がうまくいかなかったらリカバリー処理を行うといったことも行われています。はい、以上が、今日の、話ですけども、今日の授業は、以上で終わります。